赤丸チャンネル。パワプロ。はい、ということで、はい、新シナリオの花丸高校。そうそうそう。今まあまあいい感じで来てます。うん。だから今回でグワー上がるんですよ。はい。だってもう。37の7町、はい、でプレミアム星町、はい、もう待ってるのがあるわけ、はい、今たまに貯めたやつを吐き出すかいよ。これが7があと1回も来なかったり、うん、プレミアムが全くたまんなかったりやばいですね。そうそうそう。まあでもプレミアムもうすぐたまるから。たまりましたっけ。デート行っちゃうから。そうですね、うん、デート行けばたまりますもんね。そう、はい、いろんなことを試しながらやるっていう。わかりました。見せて勝つ。はい、また見ました。ちょっと前回本当に佐藤さんの先を読む力がすごすぎて、いやびっくりしたんですよね。普通です、ポーカーだからね、はい、意外と次にいつ何が来てるとかね、うん、難しいですけど、まあ、やってみましょう。はい、はいはい、関野さん、はいはい、自分で何とかするかヒーローを呼ぶです。はい、喧嘩です。そうですね、はい、これヒーロー呼びましょうよ、うん、来たよピンク、来たピンクは、うん、さあで今ネクストが8が来ますね、うん、7がないからね。ここでどうなってる。一つの練習場所の練習レベル1アップで次が5。めっちゃいいの今見つけた。見つけました、うん、でも8だからまあ変ここ町だから、うん、これも町なの。3もう町ばっかじゃないですか。そうそうそう。だからもうここでいいかもね。ワンペア。そうですね、うん、ワンペア。本当運要素高いからね。はい。何が綺麗だ。お、バレンタインも。お。チョコの方が価値があるよ。あ、どっちにしよう。こっちにしよう。ちょっと悲しそうな顔しましたよ今。本当ですね。4、5。4、5、6いきますね。いけるね。それでいいんじゃない。じゃあこれにしましょう。4、5、6いける。6いきますね。お、いける。いいですね。うんうん、ストレートカードで9のやつの今週のロボ練習効果アップ使って使っちゃって で333のとこにスタミナいっちゃうか。これがでもストレー今、まあ、次もできるから。そうですね、うん、だから筋力337が。あ、本当だ。なんでこんな上がるんだ。緑だからか。緑がそうだ。緑 の, だからあのフラッシュ、あのワンペアで、あのロボで効果上げてるから、はい、あ、これ、うん、練習場所のキャラクターの練習場所移動とかない。あ、ないな。ない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 か。じゃあこれでいきましょう、うんうん、ヘアフラッシュ300よ、はい、もう使っとかなきゃ800になっちゃって。そうですね、うん、でもこれでそれでまたスペシャルタッグとかも。あ、大丈夫、風来た。うわ、やばい。それはもう行くしかないよね。いや、行くんですけど、うん、ポイント使っとけばよかったと思って。成功した時用にデートで体力は回復したいので、うん、パワーアップします、うん、パワーアップか特能だよね。そうですね、うん、まあ、あとは袴田さんの好きな方でどっちが成功するかだね。これどのぐらいなんですかね、成功率。じゃあパワーアップでいきます。お願いします。さあどうなの。お願い。あ、急速とかがなんかいろいろ上がった。3ずつ。そう、ベースが上がるんですよ、ね、よっしゃ、すごいじゃん。ちょっとポイント使っとこう。急速もう150になってる、うん、やった。いいね。いいですね、うん、デートじゃないこれは。デートですね、うん、はい、あ、次んプレミアム来ますね。本当だね。はい、で今これが一つの練習場じゃない。手札を全て捨てて5枚引くってよくない。手札を全て捨てて、だこの5枚を全部変えるってことでしょ。変えられるってことだ、はい。まあ、7欲しいじゃんね。4いる、ね、4いる、4いる、これいる。いや、あ、デート全然体力回復してない。ほんとだ。もう1回デート行きます。うん、そうだね。どうせ5回やりたいし。これ本当は、これ使ってもいいけどな。これに行くか、はい、あの全部変えるか。変えるか。でも今これスペシャルタッグもついてるんですよね。じゃあ行こうか。行っちゃいましょうか。筋力もらっちゃいましょう、うんうん、もうコントロールいくけど、じゃあこれ使うのもうちょっと後の方どうなんだろう。どうせ一緒じゃん。今するっていうだけ
で継続されるのかレベルが。そうそうそう、ずっともうそれからずっとそれだから。じゃあ使っちゃいましょう。うん、このコントロールで。で上がったと。うん、そうだね。で今、うん、青の6が続きます。5。あ、それでいいんじゃない？トリコロールワンペア。トリコロールですね。あ、来た。次が。あ、7来た。うんうん、来た。次がまた青の6だから、あ、ストレート、スリーカードだった。ストリーカードですね、うん、これでいきましょうか、うん、あとなんかあれなんか使えるカード、使えるカードでちょっと上にやりたいじゃん。すごいいい方法考えた。え、何ですか、うん、一番左の球速が、はい、紫の7、うん、赤の7じゃん、はい、で自分の手札見て一番上の 手札を全て青にするっていうので、はい、これが全部青になるじゃん、はい、そしたらトリコロール37になる。37になる。ああ、なるほど、うん、だからこの手札を全部青にするをした方がいいと思う。今やっちゃいますか。うん、あ、なるほど。そうそう、ほんで、はいはいはい、これをどっかで消費ゼロ。あ、でもこれスペシャルタックなんで使っちゃった方が経験点は取れます。でさあ来ました、来た、とうとう来たよ。あ、なんかすごい炎になってる。うん、じゃあこれほら、あ、ほんと、お、めっちゃ炎になってる。炎がやっぱすごい、うん、これあ、で、あ、719来てます。ほら、やばいでしょ。はい、え、これ練習場所を移動ないかな。チームメイト練習場所シャッフル、これちょっとやってみません。あ、それはいいかもね。の人がもし来たら、そうだね、もっとアップします。それいいね。ちょっと試しでやってみましょう、うんうん、さあ来てるかな。おお、来てない。でもまあいっぱい来たから上がるからいいんじゃない。そうですね、来てない、うん、ちょっと上がった。727なってる、はい、技術がね、はい、このこれで多分スペシャルタッグだったら多分999とかいくんでしょうね。そうだね、うん、でもしこれがもしカードが赤とかだったら精神だし、はい、紫だったら変化球がもう爆上げ下げるってことですね。ほら、はい、やっぱ全部100より700はえぐいよ、700… 1回で。そうですね、うん、うん、どうなんだろうな、これどっちがいい。 全練習のポイントが100上がるのと、うん、どっちがいいんでしょうね。だって700って700貯めるの難しくない？1個、うん、確かにそうです、ね、だから精神とかだと700いらないかも分かんないけど、うん、筋力、技術、大変、技術とか変化球の700はやっぱ大きいんじゃない。大きいですね、うん、あとでも筋力取っていかないとですね、うん、しかもだってうちのデッキ一番少ないしね。はい、うん、いいんじゃない、これでいきますよ、うん、フェアプレミアム。おお、プレミアム貯めたらこうなります。だからもしよ、はい、37プレミアムとかになったら、うん、やばいと思うよ。まだでもそんな運よく7のプレミアムが来るかってあれですけどね。いやだから赤の7、はい、青の7、うん、緑の7とかで、うん、でプレミアムだったらトリコロールプレミアムの上だから、プレミアム3カードとかになるわけ。あ、そこ、ね、そしたら多分他の全体的にプラス300とか400とかなんじゃない、うん、はい、あーですかね。今のは1個だけだったから、はい、これ3つに分散されたらプラス300とか、うん、あるね、あるかも分かんないですね、うんうん、ありますね。そう考えたら100より断然こっちの方がいい、いいかもしれないですね、うんうんうん、こうなります皆さん、はい。わかりましたか。あ、一つの練習場所のレベルアップした方がいいよね。そうですね、使っちゃいましょうか、うんうん、俺一番左がいいと思うね。あれ、まだプレミアムカード残ってる頭に。あ、だから、あ、来たんじゃない、プレミアム。あ、だからプレミアムを使った使うと残るのかな、1個、うん、プレミアムだったらプレミアムが一番最初に来るんじゃない、頭が。あ、1枚残るというか一番来るんですね。来るの、自動で来るのが、プレミアムが自動で来るんだ。来るってことだ。あ、そうだそうだ、うん、俺急速上げといた方がいいと思うんだよね、うん、レベル。次7が来るから、はい、トリコロール37になるの。そうですね、うん、そしたら、1つの練習場所の練習アップを、あ、一番上がいいの。そしたら次7がすぐいけるから。本当だ、さすがさすがですね。これで上がってこれを急速に持っていくってことですね。そしたらもう急速もすぐできるから。あ、しかもスペシャルタグついてる、うん、これ多分技術のポイント使っちゃわないと危ない、うん、よし、37トリコロール。で、カードをまた見た。77がまた来てるね。はい、77、あ、
また一つの練習場所を上げるのをやった方がいい。来てますね。これ使った方がいいですね。あ、7-7ですね、うん、そしたら次の7でまたいけるな。いけるから技術使わないとな。だから今だから何が欲しいかとどこの練習するかでレベルアップ決めた方がいいよね。そうですね、うん、ただこれ精神もつくし休息つくんでここのレベルはやっぱ上げたいんですよね。じゃあ休息レベルを上げた方がいい、ね、上げましょう。そしたらもう使っちゃってもいいかもしれないです。ここで、うん、使っちゃいましょう、うん、技術大丈夫ですね。まだいっぱいなんで。ちょっと技術使った方がいい。はい、お次使いましょう。終わりました。おお結構いいです、うん、8000いいの。いいですいいですいいです。それはもうだってやっちゃってるからね、いろいろ放出してるから。そうですね、77とプレミアムもね、はい、結構いいやついってますね、うん、じゃあもう続けていきますよ。最後面白いのこれ、うん、こう運要素よりねカードで何が来るかと、はい、あと頭もやっぱ使います。あとカードの効能をやっぱ使って消費させて、はい、いらないやつを捨てていくっていう作業も大事だから。そうですね。だからカードで次また練習で次カード7この8を使って練習アップさせて、はい、これを急速にするってことですよね。そうそしたらちょっと待って、もう一回あれ見て。カードこのもし手札を全て緑に変えるを使えばトリコロールになるんですか。トリコロール37なの。頭いいすごいんですけど佐藤さん。いやだからこの手札にあるこの使ったら何があるかはもう常に覚えとかなきゃいけない。そう覚えとかないとできないですね、うんうん、だからすごい全体的に。はい、じゃあ同じ色が2枚とかないんですもんね。よし、うん、じゃあ、うん、緑に変えます、うん、変えてトリコロール37。よっしゃいいですねこれ、うんうん、最高。トリコロール37プレミアム2溜まったって。はい、ほら77いっぱい来た。プレミアムカード来てますよ。来てるね。いいねいいね。でもこれはもう使っちゃっていいですね。これはもうゼロは使わなきゃいけないね。おこれででも体力は回復できるんですけど、うん、でもあえてしなきゃいけないかっていうね。それでもいいね。こっちの方が練習経験点は高くなって、うん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 、じゃあこっち行きます。なんかすごいいい調子で来てる気がします。で、これですね。もうちょっと左見て。ん？スタミナ変化球のとこ見てもらっていい？スタミナ変化球、うん、いや、まあ急速これ大丈夫ですね。色変えるとかもなかったですもんね。そう、赤の7がね、後から来るんだけど、まあそれ待つべきなのかどうなのかを今考えたんだけど、まあ待たなくてもいいかと思って。これ赤の7あったの覚えてるんですねすごい。あ、本当だ、ありますね、うん、まあまあで、次ネクストなので置くってことですね。これはもうそう、コントロールここに置くんですね。そうそうそう。あ、技術使わないと溢れる。じゃあいきますね、置きますよ、うんうん、お、来ました。自分の投球をプレイ、うんうんうん、いきますよ、うん、練習試合だもんね。しかもスタメンじゃないんだね、はい、あ、本当だ。リリーフってなってたもんね。投げないかな。監督気にしないもんね、だって。はい、あ、来たよ、ノーラン。あ、来た、うん、でもピッチじゃないから。いや、でも全然。あ、負けた、ね、あ、負けた。まだ練習試合なんで大丈夫ですね練習試合は負けるのかな。そうなの。わかんないです。全然勝つと思います。え、終わって、なんすか今。終わったね。え、嘘。え、練習試合は、え、今の1回戦予選。いや、練習試合だったっすけど。練習試合負けたら終わるの。先、まあ、先発、まあ、まあ、先発、とりあえず先発。終わった終わった。え、めちゃくちゃいい調子で来てたのに、うん、終わりました。何が起きた。練習試合負けたから終わりました。そうなん。じゃあ行きますよ。はい。え、嘘。S3 アウト。ね、こんなことあります？いや、普通にあれ勝ってたら、うん、多分結構いい選手作れた
ますよ。なんならもしかしたら PG 行ってたかもしれないです、うん、本当に。あのタラレバはね、やっぱプロは言っちゃダメなんですよ。え、だってあとまだ11ターン残ってましたよ、うん、アウト浜さん。え、そんなことある？え、ちょっと待ってください。アウトでいいです、うん、何が起きたかちょっと本当に見てほしいです、うん、はい、さあということでですね、はい、今あの検証の結果ですね、はい、この花丸高校は、はい、あのヒーロー試合っていう練習試合があるんですけども、うん、はい、それで負けた時点で終わりです。だから甲子園も出れない、うん、ですね、はい、だからあの、はい、そういう高校もあるらしいんですけど、はい、花丸高校はヒーロー試合も大事です、うん、はい、でも打つすべなかったですよね。完封だからね、2対0でね、はい、ですね、うん、あれかな、もっと先に能力とかを上げといたらあの試合出られたとかあるんですかね。だからまあ一つ言えば監督の評価が低かったっていうね、っていうことですね、うん、だから監督の評価をだから、能力を上げることに注視して、はい、監督はもうシカトしてましたね。シカトでしたね、うん、でもネモさん監督はそこまで追いかけなくていいってね、うん、だからやっぱヒーロー試合だからチームメイトがヘボかったんだよね。そういうことですね、うん、皆さん練習試合大事です。はい、はい、じゃあ罰ゲーム、はい、モノマネまたもうレパートリーないよ。この間坊ちゃんやったじゃないですか。だからもう一回です。じゃあもうクオリティは気にしないでくださいよ。うん、俺当てるね、はい、うん、うほーい、流行ってるんですよね。はい、わかりましたよね。ほら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 、そ、もう一回ないんです、もうないんですか。なのこにさん、しんのすけじゃないですよね。ピンポーン。見てないから七子お姉さんが分かんないんですよ。あ、そうかそうか。ちょっとクレヨンしんちゃんシリーズで、はい、残念ということで、はい、まあ皆さんね結構ねこれいい、多分ねいい選手作れると思う。うん、作れそうですね、感じ的に、うん、はい、でもその代わりやっぱりそのね手札の順番と効能をちゃんと覚えながらやっていきながら、うん、はい、運があったらね、はい、運もいるんで、はい、いけると思う。あと先を読む力、そうですね、うん、はい、皆さんぜひ、ああ悔しい、チャレンジしてください。はい、でもこれいい選手できてたかも分からなかったのにね。いやいや本当そうですよ。だってセクション3終わった時点で8000点超えてて、うん、であと11ターン残って9000点以上いってたじゃないですか。それは高いんですよね。めっちゃ高いです、うん、だからあと2ターンぐらいやったらもう1万点いって、うん、普通にやったら多分1万4000か1万5000点ぐらいいって、うん、多分 PG 行ってたぐらいです。ほら、だって大丈夫も成功したんですよ。だってね、はい、もう、うん、多分めっちゃ高いのは作れてましたね。作れてました完全に、はい、何がいけなかったんだろう、やっぱ監督惜しかったっすね。いやめっちゃ惜しかった。あー、ここでやっと、うん、いい選手ができると思いきや、うん、だって私投手はまだ PG ランク作ったことないんですよ。いや PG いけてたね。いけてました。これはだってもう球速もスタミナもコントロールも S クラスじゃん。はい、開眼してたね。開眼はもう次のターンぐらいでしてたと思います。それなのに、はい、まさかの予選すら戦えないの、はい、そんなことある？甲子園予選出られないとかあるんですね。いやだって球速もうだって特殊能力とかもめっちゃつけてたし、うん、変化球とかもめっちゃいけてたじゃん、はい、しかももうあのコントロールとかスタミナとかもマックスだったじゃないですか、うん、でしかもよ、うん、あのもう3-7のもう行くのもできてたじゃん。そう次だからそう待機があったのに、うん、であのもう一回プレミアムも、はい、その3-7行ってたプレミアムになって行けてましたね。あれとおやばかったよ。やばかった。ダルビッシュ作れてたよ。本当そのぐらいです、ね、やっぱ本当のノーランライアン作れてたよ、はい、そういうレベルだと思います。けどもできてないんだよね。だから、はい、袴さん何回も言ったけど見せて勝つなんだよ。そうですね。だからね、ダメだったね。